皆さんこんにちは。今日は9月に行われた統一合板小6算数の解説をしていきます。では大問2番ですね。括弧1、何キログラム、まあ、四角キログラムの5分の2は800グラムです。はい、うん、そうですね、全体の5分の2が 800g、 部分が 800g ですよ、うん、まあ、だから部分割る全体っていうのをしてあげて、800割る5分の2ですよね。800割る5分の2で、まあ、当然分数の割り算ですからひっくり返して 2000g で、2000って四角に書いちゃダメなんですね。四角キログラムとなってますから、はいはい、 2000g は2000g ですから、これは2キログラムですよ、うん、かな、まあ、2000って書いちゃった人はもったいないね、うん、2キログラムちゃんとね、問題を読んでくださいね。括弧2番、内角の大きさの比が1対2対3対4である四角形で最も大きい内角の大きさは何とか度です。はい、うん、まあ、四角形ですから内角の和っていうのは決まってるんですね。内角の大きさの和っていうのは皆さん覚えてますか？四角形の内角の和ね、360度ですよね。で、うん、でその内角の和が1対2対3対4で最も大きい内角の大きさっていうのは、この比が4のところを求めればいいわけですから比の和っていうのをまず出しておきますと、1たす2たす3たす4で10、うん、で、そうですね、で最も大きい内角の和、内角の大きさは360÷10×4 で、どうなりますか？144度ですね、うん、となります。よろしいかな。次、括弧3番ですね。括弧3番、12分ごとに出発するバス A と18分ごとに出発するバス B が今同時に出発しました。次にバス A とバス B が同時に出発するのは何分後です？意味わかりますか？バス A も B も同じところから出てるんですが、バス A は12分間隔でスタートしてるんですよ。バス B っていうのは18分間隔で出発してるんですよ。だから同時に出発するっていうのは 12× 何とかと 18× 何とかっていうのは同じ数字になるとき、まあ、つまり12と18の、うん、公倍数のときに、同時に出発するんですね。で、まあ、12と18の公倍数ですから、公倍数なんで当然最小公倍数である36の倍数となるわけですけども、うん、まあ次にバス A とバス B が同時に出発するって書いてあるんですから、まあ36分後、72分後って、まあいっぱいありますけど36分後